じゃあよろしくお願いします。最初はちょっと皆さんでリラックスするために揺れます。揺れながら吐くのを吸うことはあんまり考えないで、ちょっとかかとの後ろの、あの前のめりになりがちな現代人なので、ちょっと後ろに体を重心を置くような感じ。皆さんの周りの方も一緒に揺れてください。マラソンとかウォーキングしなくても実は揺れてるだけで水分と
ある南紀州の音楽を聴きます。そしてさっき申し上げた第一のチャプラを意識していただけると気持ちいい螺旋がよく行われます。そこまでお願いしましょうか。